県内では今日、今シーズンの狩猟が解禁され、各地で猟友会などが事故や違反行為の防止を呼びかけるパトロールを行いました。県内では今日の日の出とともに狩猟が解禁されました。長野市では猟友会と県の職員3人がカモなどの狩猟の場となる千曲川の河川敷やため池などをパトロールしました。今日県内各地では警察や自治体の職員などおよそ650人が事故や違反行為の防止を呼びかけたということです。確実に獲物を認知して引き金を引くということですね。あとは、周辺の安全確認、これがなおまずまず第一に。狩猟の期間は来年の2月15日までで、ニホンジカとイノシシの罠による狩猟は3月15日までとなっています。